はい、明けおめことよろということで、東方プロジェクトチャンネルの習字の企画の後の撮影となっております。まあ習字やってたらお腹が空いてきちゃったんですよね。ということで、正月の料理といえばやっぱり餅ということで、餅を焼いていきたいと思います。では GO。 はい、では早速餅を焼いていきたいと思います。火を強いかな。ではね、餅をねフライパンの上に置きたいと思います。いい音がしてますね。では醤油を垂らしていきたいと思います。これぐらいでいいかな。よし、いいな。あ、ちょっと詰めてもらえるか。 OK でしょ。ね、ちょっと生姜をつけて、ちょっと生姜をつけて、よしよし。もう一回さらっと醤油をかけて、最後仕上げに味付け海苔を巻けばできました。ということでね、早速作ったこの餅をいただきたいと思います。いただきます。うん、すごい香ばしい。うん、だけどちょっと焼きすぎたからちょっと苦い苦いかも。でもすごい美味しい。またこのパリパリ感もいいね。うん、お生姜が効いてますね。ごちそうさまでした。はい、餅はね腹持ちがいいということでね、お腹にもたまりやすいです。ぜひ皆さんもね、この正月餅をたくさん食べてみてはいかがでしょうか。あ、でも喉を詰まらせてお亡くなりになりましたということがないようにしてください。ではここで動画を終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。ではさよなら。